ボーモミのベテンを。おう。おお。おい。追いかけ盛りしてたんだよ。オッケー。マジで？かわいいやつだよな。ちょっと。何？これもね、あのお姉、ね、お姉ちゃんがちょっと来た。オッケー。グレーは。ちょっとお姉ちゃんちょっと待ってお姉ちゃん待ってちょっと待って。いいちょっと待って本当。やばい。ちょっといい。あーちょっとちょっと待って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 。じゃまたまた今度。うん、またいや別にいいよ十分だよ。メガス。そこまで飲んだ無理し。え？何を？え？何をちょっと。え？え？ちょっと何？あれ？何誰これ？え？待って。変わりなさいよちょっと。お姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃんもうえお姉ちゃんそうあちょっとあちょっと向こう行ってなさいちょっとあなたもう嘘まさか私が出る私えぇあなたちょっと待ってくれ本当に向こうも向こうお姉ちゃんだったのベティあれ向こう行ってなさいよちょっともうやるわよ私がえぇめっちゃ久しぶりじゃん久々や久しぶり久々なんだけどベティやばお久しぶりえめっちゃサプライズいや何ちょっとやってるみんなやってるこれやってるよ何やってるんじゃない呼びなさいよ何してたの何してたんだもんやるわよ私が参加するじゃないじゃんいやもうなんか物足りなく感じたんだよでお前の、うん、お前の弟の口悪すぎだぞいや私いやそう口悪いのお前の口悪すぎだぞそうなの口悪いし口臭いしもう最低どんだけいや何か私これディスコードの名前とか変えるのよ変わった私久しぶりにあー久々に見た本当に行くよ出てきた特別ゲストのベティさんどうもみんなベティを呼ばれてないから勝手に来ちゃったわよろしくもよろしくよろちくびねみんなよろちくびで絞れたじゃねえかお前よろちくびよ絞れたじゃねえかお前やるわよ行くぞあ武器がないわよ武器がライフォーライフォーだけよライフォーライフォーライフォー MP5 あったとりあえずえなんでそこに武器入れたのえベティ何そこやばいよなんでどうしたの電動ギミックがあるでしょあ、ここうん危ないあ、そうそう、この中は人狼が閉じ込められちゃうから気をつけないと危ないわねあ、弾をこう、スッて危なーどうしたいきなり塞がったすぐ塞がった、ここはこんな感じで完全にいきなり塞がったよここにピチャンが弾イブだなえ、これピッチャーは結構たまりさせてくれな。いや、でも俺は見てた。まあ、確かに俺は見てた。俺かもしれないけど。うん。でも俺じゃないわ。誰よ、誰よ、誰よ。言い訳はできねえわ。でも俺も見てたから。確かに。さて、どうなりますか、ノリピタンで。言い訳はできない。まあ、結構そこはどこからでも押せちゃうから。うん。そうね、割とわかるんだよ。それだけだと。だって結構、あれよね。ノピさん知ってたこれはね。これ豚持てるんですよ。なに豚が持てるんですよ。本当だ。ここ人狼発見機ないんだよね。ないかな。豚が持てる。あ、なんか撃たれたぞ、俺。ベティ、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 ベノリピちゃんがベガさんって言ったんだよ。蘇生してあげてよ。じゃあ今俺蘇生します、蘇生します、蘇生させます。いや、じゃあいいよ。じゃあ俺離れて。ベティは人狼だよ。ベガちゃんとか言って。ベガちゃんって、ノリピちゃんがベガちゃんって言ったら、じゃあ今撃ってきたから、撃ってきたから。ベガちゃんはいないだろ、今。ベティさんですよ。ベガちゃんはいねえぞ、今。バルタンさん。バルタンはさっき人狼に撃たれた。誰かに SG、SG 持ってた、今。じゃあ俺が。あ、やばい誰いいわねいいわね明らかに俺はめようとした人あれそうね武器投げて素人いねえかんなもんいやそうあのエノちゃんエノちゃんか誰かをはめようと思ったらエノちゃんが人狼だったからはめれないって思ったそうよ危ないわこれいろよ 逆にってのもあったよね逆にそう逆のパターンさっきの武器もベティ久しぶりに見たな
いいでしょ、これ可愛いでしょ、猫のスキン。私カクカクしてるよ。してないけど。たま EV のが可愛いかな。いやいや、私のスキンの方が可愛い。どう考えても。どう考えてもベティだよ。そこは豆よ。私の。たま EV の方が可愛いでしょ。ほら。だって、たま EV。可愛いじゃん。でも実際お前、中身ギドキングだ。うやばい、撃ってきた、撃ってきた、一発。待って、暴れて、暴れて、暴れてる。どこどこどこよ。うん、バレたんですか。誰誰が、うん、俺のが可愛いんだよ。あ、ちょ、いた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 。俺じゃないし、俺じゃないから、俺じゃないから、俺じゃない、俺じゃない。暴れてるわね。今、玉井さん撃たれても誰に撃たれてるんですか。あ、ちょっと玉井イブにしろ。え、じゃあ誰よ。え、玉井イブが、あ、間違えた。玉井イブが殺した。あ、待って、やばいぞこれ、イノセント2人だ。ドローン、ドローン。これはきつい、これはきつい。ドローン。ドローンまあ、これベティさんじゃないこれ、つまりこれ、消去法でこれ確実に。そう、確実に2人は人狼だから。まあ、まずこれ、ベティさんだ。いや、違う、絶対違う、絶対違う、絶対違う、100違う。違うよ、違うよ。いや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 、めっちゃ違くないでしょ。私が人狼だって言ってる。いや、イノセント2人だから。合ってる、私が人狼だったら絶対もう撃ってるって。確かに。怖い怖い怖い。あ、ベティ目の前に。やばいやばいやばい。私もじゃあ、行動してるじゃない。待ってよ、私みんな遅れてる、みんな遅れてる。いや、2対1だ。ナイスマジか。よねよねよね、やっぱそういうことよね。誰が人狼か分かんなかったんで。バルタンが俺のこと殺したから俺ディフューザー使えなかったじゃん、ショボスケに。そういうことね、ディフューザーショボスケ落としたから使おうと思ってバルタンめちゃめちゃ撃ってくるんだもん。いや、そりゃだってよく分かんねえけど殺したの怪しいだろうがよ。お前が俺の悪口言うからだろ。お前次もぶっ殺してやるからな、覚悟しろよ。殺害予告されてる。ふざけんなよマジで、絶対お前のことぶっ殺してやるからな俺が。あ、じゃあ俺お前のこと見つけしたら殺しちゃったマジで。勝負。お前のことぶっ殺してやるからなマジで、覚悟しろ。お前やった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 はダメやめやめよう、ちょっとお互いちょっとそれを考えよう。さすがにそれはまずいわ。お互いそれをやめよう。うーん、ゲームが変わってきた、ゲームが変わってきた。お互いこれね、やめようこれ。じゃさすがにそれはね、殺しちゃよくないからやっぱり。じゃあ、これでいこうよ、しよう。大人だった。いやでも今、たわいさんとしょうすけさんが同時に今、二人とも人狼だったから撃ち合うのやむだって。違う違う違う。あー、めちゃめちゃ。やばい。めちゃくちゃや、それは。めちゃめちゃすごい運だけどな。それはめちゃくちゃよ、さすがに。そうだとしたら、俺らめちゃめちゃ運いいよ。めっちゃ運いいよ。めちゃめちゃ運いいけど。やべえ、これ。大丈夫ノルピちゃん。はい。ノルピちゃん。なんすか、なんすか、今。今日一緒に。うん、あれ、デッドバイデイライトって確信しました、僕。何を？間違いなく新世代を担うのは僕です、ノリピちゃん。間違って撃った。おい、何？まあ、ごめん。そんなことないよ、お前。いや。ここの地下のやつ壊した。僕がノリピちゃんの代わりに、デッドバイデイライト世代を築いていきますんで、安らかにお眠りください。あら。あら、たまえだ。え、たまえだ。え？たまえだ。俺殺されなくてよかった。俺たまえだろ。そう。よし行くわ。俺殺されなくてよかった。探偵が行こう、探偵が。怖すぎでしょ。いやお前も人狼だろ。なんでそうなんの。いやお前喋り方がなんかきてんだよ。真っ赤なんだろ。いやごめん。ほらなんかお前いきなり黙った。銃声なったら。俺じゃないよ。いやいやいや。俺撃ってないかんね。お前だよ。なんで銃声の時だけ黙るんだよ。優勢のクローキングデバイス、クローキングデバイス。おうおうお前おうじゃないよ、もうおうおうおう俺一人じゃん、これ俺一人じゃん、こんなおぉ、あと誰だよ、生き残ってんの。おい誰だよ、バルタン。出てこいよ、バルタン。ほら、覚悟しろ。上だ、2階だよ、しょぼすけ。2階へ行け。上だ、上だ。下から見てる。イエーイ。ほら、当たっ
ったじゃん。すごい運を引いた俺ら。めっちゃ運命を感じた今。当たったじゃん。めちゃくちゃ運命を感じた。焦った本当に。ね、ふとお互いに焦った今めっちゃ。割と本気で殺す気だったんだけど、両方俺もお互いにマジで殺し合おうと思ったからさ。いや難しいわね。びっくりしたよなマジでな。このゲームわかんねえな。危なかった。わかんないですね。